ームさんでございます。ノーネームね。あの、英語で書いてますけどもね。これは、ローマ字や英語はカタカナに直すね。これ基本ですね。ノーネーム、そのままです。ね。ノーは1、伸ばして1、ネーは4、伸ばして1、ムーは2、合計なんと嗅覚。これはね、逆光運って言います。最大強数ご愁傷様です。ねえ、これはやばいわ。これやばいね。なあ、まあね、くどくど説明させていきますね。はい、逆運短命ね。思う通りに物事がいかない。苦労多し、病気や災いが降り注いでくる。恋愛すれば三角関係うまくいきません。不和、トラブル、たくさん出てきます。不遇ね、あ、不遇、ちょっと漢字間違ってるね。不遇、これね、信用ね。不遇、孤独、逆行、薄命、四拍子揃ったあらゆる悲運があるという強数でございます。残念です。ということで、これはまずい。これさすがにまずいですね。ということで、任せておいてください。選択肢は2つ。いいですか？まずね、ノーネーム。ね。ノーネームの後ろにドットをつける。ノードット、ネームドット。ね。これで11画になります。報酬運大吉数。物事が思う通りにいく。またはドットつけるの嫌ですよっていう場合はね、こうしてください。カッコ、ノー、ネーム、カッコ閉じるね。前後にカッコつける。ことによってはそれも11画の大吉数、報酬運ね。春に会うと書いて報酬運と読む。とても運気が上がってきます、それで。ねえ、ということでね。どうでしょうか、ノーネームさん。人の子終わっちゃいけない。見事に嗅覚来たんで、ちょっと久しぶりに、おいおいと思ってしまいましたね。このまま行くと、まあこういう運気かな、みたいな感じで、YouTube もうまくいかないんでね、これはぜひともね、変えてほしいかなと思ってますね。ということで。ねえ、ということでね、まあ、あれですよ。うん。頑張っていきましょう。ただね、カッコをつけるか、ドットを両方つけるか、どっちか、これがいいと思います。ね、ここでもう、ガラッと変わります。もう数字がガラッと良くなります。ね。はい。ということでね、ノーネームさんのリンクの方はね、下のコメント、説明欄の方に貼っとくんでね、飛んでくださいって感じでございます、皆さん。あとですね、このように僕も私も見てほしいっていう方はね、遠慮せずにね、下のコメント欄に書いてくださいね。まあ、順序を追ってこうやってね、バシバシ切っていきます。ということで、いかがだったでしょうかね。それでは皆さん、ごきげんよう。また会う日まで、会える時まで、まさがみ流法でした。